ハッピーライフ、ハッピースクール、トマホーム。前回のあらすじ、4人での勉強合宿、合宿ではないな。勉強会が終わり、休みが明けて月曜日。その日の空も青く沈み渡っていたという夏の初夏の輝きを見せられたまま始まります。俺は重い扉を開き、青空に近いその場所へと向かう。一陣の風が俺の横を通り抜けていく。風の向こう側に一人の少女がいた。ノートを膝に置いて街の風景を眺めているようであった。少女は俺の姿に気づくと少しびっくりした顔をした。いや、旅行いいかな。誰だ？あれ？はるかかと思ったぞ。おさらじみが待ち合わせで待っとったかなと思ったけど、そんな感じじゃないな。俺はなるべく自然な笑顔を作るように心がけながら話しかける。はい。誰だ？誰だ？なんだ今の男の人が裏声出したみたいな顔やわ。誰だよ。慌てて身の回りを片付けようとしたのか、少女は傍らに置いてあった色鉛筆をばらまいてしまった。ドジッコ。目玉親父みたいな声出てきたけど。コロコロと屋上内をかっ転げ回る色鉛筆に少女はパニック状態であった。誰だよ。その前に、その少女誰だよ。責任の一端は俺にもあるのかな。そう思い、俺は少女の色鉛筆を片っ端から集めて回った。おっと、そこにも一本あるぞ。それで全部みたいだな。ありがとう。誰だ。あ、よう聞いてみたら可愛い子だった。全然男の人が裏声出したような声でもなかったわ。なんかちょっとそう聞こえただけだったわ。誰なんだよ。しっかりしてそうに見えたけど、意外とおっちょこちょいなんだな。よく言われます。なんかちょっと男の子寄りの声な気がするな。なんか可愛いは可愛いけど。少女は罰が悪そうに答える。いやいや、見た目の話されてもさ、まだ立ち絵出てきないから俺には分からんのよさ。誰なんだよ。さっきから言ってる誰なんだよ。少女とはすぐに打ち解けることができた。やがてベルが鳴る。修業開始のベルだ。授業がそろそろ始まります。そろそろ戻った方が。学園の生徒だってことは分かったけどさ、その時俺は彼女の名前を聞いていなかったことに気づく。いや、誰なんかの説明もないわ。その前に誰なんかの説明もないわ。俺、あ、高崎和人。君は？ようやく説明してくれるんかな。私は藤崎。あー、ベルがうるさい。うるさくて少女の名前がよく聞き取れない。ベル、修行を開始のタイムじゃないのか。だったらこのベルは、音は一体。君の名は。でで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 でれれれれれれ。歌詞が全くわからんからこんな感じ。寝落ちかい。いや、話関係なかった。ストーリーに特に関係のないところだったんやな。なんか重要人物かなって思っとったんじゃないかお前。はい、刹那圭介です。今頃自己紹介します。刹那圭介です。気づくとそこは薄暗い自分の部屋。そして枕元にはけたたましく鳴り続ける目覚まし時計。目覚まし時計、どうしてこんなものが。あ、思い出した。黒沢だ。あ、黒薙か。黒薙だ。あいつの仕業だ。あいつがこの前泊まりに来た時持参したものだ。次の日の朝、どうしても見たい番組があるとかで、あいつそのまま忘れていったんだな。月曜日だというのに目覚めが良くないぞ。こんじくしょう。まだ外も暗いので寝直そう。
俺は布団を頭までかぶると再びまどろみに身を任せた。いい夢見ろよ。ボインなお姉さんに囲まれるような夢を見ろよ。カズト、おはよう。おさなじみ、ようやくおさなじみじゃ。もう、まだ寝てる、うん、起きてよ。毎日こんな感じで起こされるんかな。ちょっとロマン感じるな、これ。起きないと遅刻するよ。範囲落とすよ。もう、じゃあさ、これでどうかな。えいえい。不意に体を通る無重力感の後、後頭部に衝撃が起きた。どうやら俺はベッドから転げ落ちたらしい。よくあるやつじゃ。幼馴染が起こす定番の手段ですね。目を開くと、俺から引き剥がした布団を両手で持っているハルカがいた。幼馴染。転げ落ちた俺を 見下ろすような視線でニコッと笑顔のハルカ。おはようじゃねえ、痛えな。いきなり何すんだよ。ダイナミック朝のキス。僕に文句言うのはお門違いじゃないの。カズトがいくら起こしても起きないのが悪いんじゃん。そうだと幼馴染は起こしに来たんだぞ。ありがたく思うよ。だがな、もっと他に起こし方があるだろう。もうちょっと考えろよ。なんだろう、あのバラエティでよく見るようなバズーカで起こすか、あのおはようございますみたいな早朝ドッキリみたいな感じでさ、最後起こすときバズーカで起こすときあるよね、番組で。あれみたいな用意しとくか。僕だってここまでなるとは思わなかったんだな。てっきりテーブルクロス引きみたいにうまくいくかと思ったしテーブルクロス引き成功した時みたいに綺麗に引けたらさ、摩擦感じんけ大きいんだろ。あれって本当はグラスとか上に置くんだよな。というか人を手品の実験台にするのよ。とにかくハルカ、お前には思いやりが足りない。じゃあそういうカズトには自立心が足りない。足りないものを背負いながら人は成長していくのです。問題をすり替えるなよ。それはこっちのセリフじゃないのさ。ふっきゅーふっきゅーなんか可愛いちっこいモンスターみたいな声でした。なんか虚しいな馬鹿なこと言ってないでそろそろ起きようかと思った時に気づいた。今俺は床に転がってハルカを見上げている。あーあパンツ見えてるわ。え、俺も上見上げたらさ、上見上げたらパンツ見えんかな。あー俺の部屋の天井が見えるわ。つまりはスカートのお腹が丸見えなのだ。しかもハルカはそれに気づいていないようだ。約束約束。ふうふう。何色何色、もしかして履いてない。なんとなくすぐに起き上がってしまうのはもったいない気がする。とりあえず転がってないでさ、早く起きてよ。ダメなんだ、そこには楽園が。そうだよ、これが俗に言うあれだな、冴えない荒野を目指す楽園の僕の楽園はこの楽園だったのかもしれない。僕たちが目指す楽園はここだったのかもしれない。まあちょっと待て。何さ、まさかまだ寝たいなんて言わないよね。いやそういうわけじゃないんだけど。楽園だ、楽園は目の前に広がってるんだ。何色の楽園かは知らんけど、正直な話とっくに目は覚めてる。こういう状況で目が覚めない男はいないんじゃないか。興奮するからね。どういうわけなのさ。どういうもこういうも。何さ、逃げ切らないな。はっきり言ってごらんよ。パーリないだよ。はるかさ、いい加減に気づかないか。え、何が。あ、気づいた。
ようやくハルケは俺の視線を追って気がついたようだった。そうなんだよ、パー以内なんだよ。まあなんだ、そういうわけだからしばらくこの体勢のままでだな。何がそういうわけだよ。スカートを押さえて赤くなるハルケ。ねえ、何色なん？パンツ何色なん？普通すぐに気づくだろう。そんなこと言われなきゃ気づかないじゃないのさ。何を今さら。俺とハルカはそんなこと気にする仲じゃないと思ってたが、小さい頃は一緒にお風呂入ってたんじゃないのか。気にするよ、カズとエッチ。出た、エッチ。幼馴染に言われるエッチが一番気持ちよく感じる。ああ、そこまで言うか。わかったよ。なんだ？お返しに俺のも見せるだろ。わかったよ、存分に見ろよ。いらんわ、そんなん俺からしてみたらいらんわ。誰得なんそれ。ところでどうでもいいけど、カズト君のパンツは何色なん？俺は立ち上がるとおもむろにズボンに手をかけた。この世の中、ギブアンドテイク。はるかは真っ赤になった顔を手で覆いながら全速力で部屋を出ていった。ふっ、はるかもまだまだだな。ああ、俺はそのまま勝ち誇った顔で制服に着替えた。ピアノ集め。健康的に輝く朝の日差し。朝はまだ爽やかなんだかな。日が高く昇る頃には暑くて仕方がないぜ。ずっとこのままの気温だったらいいのに。まあちょっと涼しい感じなんやな、風が吹いたりして。うん、夏といってもね、涼しい時とめっちゃ暑い時のなんか二極があるからね。たまにあるよね、真夏でも風が吹いたりしてちょっと落ち着いた感じの気温っていうのが。そう、僕は好きだけど夏の日差し。さすが運動部。運動部だってバスケ部やけん、あんま屋外には出んと思うけど。うん、マジかよ、暑いだけじゃないか。まあ暑いんだけどさ、なんかさ、その暑い中を走ったりすると気持ちよくない？裸で。スポーツマン精神あふれるはるからしい意見だ。しかし特に運動する趣味を持ち合わせていない俺にとって同意できないものだ。いや全然。そうなるか。気持ちいいじゃん。想像してみてよ、健康的な日差しの中、景色の綺麗なところを走るのって最高じゃん。うん、ちょっと想像してみたわ。はるかちゃんがさ、この景色の綺麗なところを走り回る姿を想像してみたわ。なんかさ、想像してみたらはるかちゃんが裸になるんだよな。なんだろうな。あいにくだが俺の生活にはジョギングなど無縁だ。健康的な生活も輝く太陽も大嫌いだ。あー、将来的に生活習慣病にかかるな。相変わらず健康志向だな、パズトは。それは自分でも自覚してる。パズトもさ、一度でいいからやってみなよ。本当に気持ちいいよ。え、裸で外を走り回るの？それってさ、変態って言うんだよ、はるか。やらない。どう考えても暑くて汗だくになって気持ち悪いだけだろ。あと逮捕されるぞ。適度に体を動かすと気持ちいいじゃん。スポーツの後ってなんか爽快感ない？そういう感覚わからないかな。わからない、気持ちよくない。気持ちいいじゃん。BGM 変わったわ。なんかしょうもないことで言い争いしている幼馴染の図ってことで BGM 変わったわ。気持ちよくない。気持ちいいもん。気持ちよくないなどと言っていると、曲がり角から黒泣きが歩いてきた。君たち朝っぱらから何を卑猥なことになってるんだい。よかったら俺も仲間に入れてください、お願いします。気持ちいいか良くないかの話になると思うな。わいせつな期待しているところ大変申し訳ないが、決して俺たちは
卑猥な話をしているわけではないぞ。そうだぞそうだぞ、別にはるかちゃんが裸で外を走り回って気持ちいいとか言ってるわけじゃないぞ。マジか、落ち着けってば。いつも思うんだが、黒なぎってどうして朝からこんなにテンション高いんだよ。もしかしてレッドブルとか飲んできたん？毎日朝レッドブル飲むのが俺の習慣なんだってやつか。それから俺とはるかは黒なぎのテンションに付き合わされ雑談しつつ投稿した。そりゃコメントで見たな、コメントってかツイッターのリップで見たな。黒なぎが結局のところ一番の攻略ヒロインじゃないのかって。なぜ黒なぎがすごい出番多いもん。でも俺男の人メインヒロインって見るタイプなんじゃないからな。うん。教室に入ると自分の席にカバンを置く。するとふぅー、隣の席に座って読書している委員長と目が合う。ふぅー、ああおはよう委員長、今日も早いな。さすが委員長、もう学校に来てる。でもう委員長キャラとして読書してるわ。もうザ委員長だ。おはよう。ああこの声のためにこのゲームやってるようなもんか。この声が聞きたいかのごとく、この声が聞きたいがためにこのゲームをやっているようなところがあるかもしれない。おお、体内時計に狂いはないぜ。それは何よりね。嘘つけ、起こされてようやく起きようとないかお前。俺も席に着くと壁にかけてある時計を見やる。まだホームルームにはまでには少し時間がある。あそうだ、せっかくだから委員長に日頃から謎に思っていたささやかな疑問について聞いてみよう。なんだ委員長、ちょっと聞きたいことがあるんだ。あら何かしら。なんだなんだ。委員長に関する疑問点、それはああ俺も疑問に思ってました。俺も疑問に思ってましてきた。なんで委員長でそんなにおっぱい大きいんですか。じゃあさ、委員長の BGM BGM よ。巨乳のそれでも僕らは巨乳の理由が知りたい。とんでもなくスケベな評価のオープニングじゃ。それはええってなるわな。どうやったらそこまで大きくなるのかなと、一丁その秘訣の伝授を頼ま。揉めば大きくなるんですか。そんなこと知らないわよ。ああ、自覚なしのパターンだ。ちょっとナチュラルな巨乳なんだね。何か特に何かやったわけでもないのに大きくなっちゃったナチュラルな巨乳なんだね。でもさ、何か心当たりはあると思うんだ。理由なく巨乳にはならんだろう。何もしてないってば。本当に誰かに揉まれてるとかじゃないの。では聞き方を変えよう。一体いつ頃から急成長した。デリカシーのかけらもない質問。いつ頃って、膨らみ出したのは小学生。本格的とかあるんだね。大きくなるって膨らみ出すとかに本格的とかあるんだね。とんでもなく卑猥なことを答えてくれてるこの委員長も別に答えんでもいいだろうに。そんな質問する人でもいいだろうにな。もうさ、シノノンのおっぱいから目が離れん自分がおるわ。照れつつもしっかり答えてくれる委員長が可愛い。ほんまじゃ、もうメインヒロインだわ。やっぱこの子メインヒロインだわ俺の中の。小学生の頃からか。やっぱおっぱい大きい子って小学生の頃から膨らみもよね。変なこと言うけどさ、俺も小学校の時の同級生に小学校高学年になってからいきなりおっぱい大きいなった女の子がおってね。やっぱおっぱい大きいなる女の子って小学生からなるんだよなって。何の話してんだよ、何の話してんだよ。その頃何かスポーツとかやってた。スポーツ影響するんかな。いいえ、別にこれといってやったことはなかったわ。私文化系だし。
激しいスポーツするとメガネずれるし。ああ、小学生の頃からメガネかけてるパターンね。そうだよな。委員長ってスポーツとかしてるイメージないし。てかスポーツしてる想像してみに、おっぱいたゆんたゆん揺れてる委員長の姿が見れるぞ。わ、それも目の保養。俺は少し離れた席のはるかを見る。はるかも決して小さいサイズではないが、委員長に比べるとボリュームという面ではどうしても見劣りするのは否めない。確かに小さくはないな。どっちかって言ったら大きい方ではあるが、委員長に比べたらなーってなるよね。体育会系のはるかより委員長の方が巨乳なのはどういうことだ。カズト、いきなり僕の方を見てるけどどうしたのさ。あー、お構いなく。はるかのことを見てるんじゃないよ、はるかのおっぱいを見てるんだよ。怪奇だ、ミステリーだミステリーおっぱいの話。何？いや、なんでもないんで気にするな。うん、わかった。うん、正直に話したらはるかぶん殴ってきそうだからな。俺は委員長に向き直る。カーズ、何かあるはずなんだ。委員長が青まれに見事な巨乳になる理由が、それを解明しない限り巨乳誕生のメカニズムは永遠に解けることはないだろう。というわけで黒なぎ、何か思い当たるような事例はないか。黒なぎ頼るんか。そうだな、誰かに揉んでもらったんじゃないのか。ほう思うか黒なぎ、お前も。そうだよな、自力でそこまで成長することってあるんかな。何かちょっと外からの刺激を受けたとか、そういうのがあってこそのものじゃないかなって思ってたんだけどな。だってそれしか考えられない。黒なぎ委員長の笑顔です。ツン、委員長の人差し指が黒なぎの方を突っつく。そんなにとんでもない歯医者みたいな感じになってる。とんでもない歯医者に来てしまったみたいな感じになってるこれ。ドリラー委員長、グリ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 。そのまま人差し指をドリルのように回転させながら皮膚に押し込んでいく。ドリルインパクト。仮面ライダーゼロワンみたいな必殺技みたいな文字出てきたけど。何もしないよ、出まかせを言うの、この口かしら。グリ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 じゃない気がする。もうここまで来たら、黒なぎに対する委員長の地味な抗議はホールムルームが始まるまで続いた。というわけで土偶は偶像信仰の象徴、ハニヤは片白。よく混同しされがちだが気をつけるように。ああ、結局巨乳の理由がわからんかったな。ああ、セーブしたし、他の選択肢も見てくるか。おっぱいの秘密が気になっとった。おっぱいの、これだけでかいおっぱいは何か秘密があるんじゃないかと思っていた。これは触って確かめないといけないような気がしてきたけど、触ろうとしたら委員長のドリルが俺のほっぺたも貫いてきそうな気がするからやめとく。揉みたい、揉みたいんだけどね。さてこれ全部気になるんよな。いつからメガネをかけて、あ、これでもさっきも聞いたな。さっきの話からしたら小学校の頃にはかけとったって話になるし、裸眼での視力、あ、これも気になるな。この前このメガネをさ、カズとかかけたらえらいことになったもんな。委員長が2人、委員長が3人になってからなっとったからな、お前。まあいや、とりあえずメガネかけてる時期を聞いとこうか。いつからメガネかけてるんだ。え、メガネ、高崎くんって変なこと気にするのね。おっぱいの秘密を聞かれるよりはマシだろうが。そうか、
至極普通の疑問だと思うぞ。まあメガネかけとる人によくある、よくする質問ではあるよな。そうね。委員長は少し考える仕草を見せた。確か小学生の頃だったと思うわ。うん、やっぱそうだったか。小学生。ええ、あの頃は放課後になるとずっと図書館通いしててね。うん。当時を懐かしむような表情でどこか遠くを見つめる委員長。きっとその瞳の奥には遠い日々が映っていることだろう。そういえば委員長ってどこに住んでるんだ。あ、メガネの話終わってもだ。俺とは学校違ったし。ええ、隣の里山地区よ。メガネの話なく終わってもだ。出身の話になったじゃん。小学校の図書室の方に行ってたんだけどね。でも小学校の図書室って大抵規模小さいでしょ。そうかな。あ、まあそうか。ああ確かに俺が通っていた小学校もやたらとでかくて薄い絵本ばっかだった気がする。だからすぐに読みたい本全部読んじゃって。うん、マジか、すげえな。俺だったら図書館通いなんてすぐに飽きるぞ。まあそういうところが委員長らしいといえばらしいのだが。私の小学校ってすぐ裏に図書館があったのよ。それをいいことにいつも閉館時間まで入り浸ってたんだけどね。大きな図書館で本棚いっぱいの書物を見て目を輝かす幼い頃の委員長がすぐに想像できた。その頃って巨乳だったんかなって想像してしまう。平日はもちろん休日も行くほど図書館通ってたんだけどね。それで閉館になったら読みかけた本借りて家でも読んで、寝る時間とご飯食べる時間とかを除くと大抵いつも本読んでたわね。今にして思えばそういう生活が目に悪かったんだわ。そうやな、近くのものを見すぎたらあのピントを合わせる目の機能がさ退化していくとか悪くなっていくとかで遠くのものを見る能力が薄れてくるとか、あと遺伝もあるらしいよな。なんか結構遺伝は強いらしいな、視力って。両親が目が悪かったりすると子供が目悪くなりやすいみたいな話は聞くな。聞くんやけど俺の親父さ、中学卒業の頃にはすでにメガネかけとったんやけどさ、その割には俺とその兄弟4人兄弟なんやけど全員メガネかけてないからな、遺伝って何なんだろうなって思うんやけどな。俺としては実体験でだろうな。それは確実に目が悪い。あと委員長、本読むのに集中しすぎて日が暮れてるのにも気づかないタイプだな。よくわかったわね。気づけば周りが真っ暗になってて驚いたことがよくあったわ。じゃあもしかしてさ、委員長本に集中してる間はおっぱい揉んでも気づかないかな。やっぱり一度集中すると周りのことが目に入らなくなるタイプだ。暗いところで本見るのは目にかなり悪いから控えた方が賢明だぞ。そんな今はさすがにしてないわよ。本当かな。委員長は俺の言葉を笑い飛ばそうとしているが、その笑顔がどことなくぎこちない。今も時々するんだな。それにしても懐かしいわね、青い屋根の図書館。土曜の勉強会は朝方の図書館だったしな。今度するときは里山の図書館でもいいかもしれないな。悪いけどそれはできないわ。なんだ。え、どうしてだよ、いいじゃん、委員長の思い出の場所だろ。もうないのよ、建物が老朽化しててね、利用者も少なくなってたから。数年前に取り壊されて。なるほど、そうか、残念だな。ええ、生まれ育った町が変わっていくのは仕方ないと思うけど、ちょっとだけ寂しいわね。ああ、じゃあさ、委員長の家でやらないか。ああ、なんかフラグ立てようとしている。カズとサラッとフラグを立てようとしている。私はいいんだけど、高崎くん、そうすると遠いわよ。ええー、よ。やーい、そうだよ、そうだよな、で諦めるな。委員長の部屋だぞ、委員長の部屋だぞ。もしかしたら探せばブラジャーが見つかるかもしれんぞ。
巨乳専用のブラジャーが見つかるかもしれんぞ。そもそも次回するような必要がないように普段から十分に勉強をしておきなさい。いいわね。へえ、委員長の部屋でさ、委員長が部屋を何かの理由で部屋を抜けた瞬間にさ、炭素が開けてテレレッテッテッテ、委員長のブラジャーを手に入れとかならんかな。ならんか、ならんか。というわけで土偶は偶像、もう一つの選択肢を見ちゃうよ。委員長のことだからな、俺委員長のすべてを知りたいんは。ラガンでの視力はどれぐらいなんだ。委員長ってラガンでの視力どのくらいあるんだ。私メガネがないとほとんど何も見えないのよ。ですよね。じゃああのプリントの文字見える。これかな。俺は黒板の横の掲示板に貼ってある予定表のプリント、こっちかを指さす。委員長はメガネをずらして前方を凝視する。どうだ。予定表の中の小さい文字は全然わからないわ。黒い点みたいに見えるような気がするだけ。じゃあ上にある見出しの文字は。プリントの上の方の最も大きめの文字を指す。どうだ、あれは見えるか。文字みたいに見えはするけど、ぼやけてて何が書いてあるかまではわからないわ。メガネかけてそれな。なるほど。高崎くん、それがどうかしたの。いや、ちょっとな。委員長の視力検査を大体分かった。そんなこと知って何になるんだ。大体具体的な視力の数値は確実に 0.05 以下だな。もう3桁入っちゃったよ。小数点第2位まで来ちゃったよ。え、それ本当なの。ああ、簡易視力検査は俺の特技の一つなんだ。しょうもな。特技しょうもな。間違いないはずだ。前測った時より悪くなってる。また視力落ちたのかしらね。やっぱお前まだ暗いところで見てんだろうが。本を中学時代よく授業をサボって保健室で寝てたっけな。保健室って大抵視力検査の表が貼ってあるんだよな。あのシーンみたいな形の羅列の表が、あれで遊んでいるうちに身についた特技なのだ。しょうもな。それにしてもすごいわね、高崎くんにそんな隠れた特技があったなんて。すごくはねえだろ。いや全然そんなことないぞ。はるかに披露した時もすごいって褒めまくられたが、こんな特技あった子でほとんど役には立ってない。どうせならもうちょっと実用的な特技が欲しいぜ。そうだな。例えば透明になれるとかさ。透明になれるか。本当に高崎くんって才能を無駄遣いしてるわね。うん、どうした委員長。なんでもないわ。ほらそろそろホームルーム始まるわよ。おう。というわけで土偶は偶像神。というわけで今回の動画はここまでとさせていただきます。よく混同されがちだが気をつけるように。委員長のことが知れてよかったです。委員長の巨乳の説明を恥ずかしくしていたところがすごく可愛くて、俺はなんか興奮しちゃいました。皆さんもそうでしょ。次回はどんな興奮が待っているのでしょうか。そんなゲームではないんだけどね。終わります。